これもやはり、コウさんがね、やれるその妄想の意味がよくわからない。メカニズムわからないし、うん、こじるりは本当同年代しかやらせてくれないような、うん、そういう気は昔からしてたんです。わかります、はい、なんかわかりますよ。2、3歳差までしかね。そうですね。そういうタイプだ、これは、ね。じゃあ続いていきましょう。第18位。獲得総票数302票。うんうん、熊切あさみ。まずいのよ。あれ、すごいですね。すごいですね、これは。結構下ね、今本当に神タイミングだと思うんですけどね。多分男たちが尻込んだとしか言いようがない。尻込んだか、やっぱり。大好きの後。後やし、どっかでまた言われるかもしれない。そう、怖いっていうのもあるんじゃない、ね、その後も。あと、すごい虚婚伝説みたいなのあるでしょ、愛之助って。はい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 、はい。ちょっとやっぱり、なるほど。うん、おじけづいたのかもしれませんね。はい、俺たちやな、うんうん。さあ、続いて、第17位獲得総票数、441票、うん、浅田舞。この中でぶっちぎりで連絡先取りようがないというかね出没スポットすら分かんないっていうのがだからやっぱり一番知り合いねえな、うん、俺これカメラマンになるっていう方法でしたもんねなんとかなってるでしょ そうですねカメラって高いし、そうさあそしてここからですねやれるメディア選抜ですはいここがメディア選抜メディア選抜ねここからメディア選抜ですねみんなが一応目指したやつだメディア選抜もいいんですねじゃあ16位、うん、獲得総票数495票、うん、おーおーおー沢尻エリカメディア選抜入ってたんだね一応それは入るでしょ、まあね、目標の沢尻エリカさんをね本人がここで納得してんのかなってすごく気になりますけどあの上昇志向のねやっぱ高い人なんでこれ結果知ったら不服だと思うんですよね、はいうん、絶対に、まあ、その分頑張ってくれるでしょ来年まで、ね、来年頑張ってほしいです ね、 ねさあ続いて第15位獲得総票数689票伸びましたねおー水川あさみ、なるほど野球見てたらなんかね、うん、まあやつでしたけど、はい、やりたい度は相当高いですからね、うん、ないけどね続いて第14位獲得総票数773票おー報道キャスター安藤優子ここでおー上げてきたどうなのあれでしたね、去年はでも10位ですね。ああ、落ちたのか。そういう意味では下がったんですね。下がったけど、でも取るね、ちゃんとやっぱ。しっかりやっぱ固定ファン、固定ファンだね。固定ファンか。はい。やっぱ太い客持ってんじゃないかな。そうか。続いて第13位。獲得総票数、846票。おースザンヌだからね、つけ込んでいいのかなというね、ちょっとショパが男たちに働いたのかな、これ。わかるね、うん。もうちょっと、来年ぐらいの方がいいのかもね。そう、来年。ね。うん、はい。ちょっと悲しさがね、なくなってから。年明けた途端大丈夫と思います。なんかね。続いて第12位。獲得総票数、963票。おー断密。さんはね、やっぱり相手が、だって六角精児さんとか好きなんですよね、はい、確か、そうです、はい。ですからやっぱりその外見じゃなく、その人の人、興味あるなーって、うん、この人興味あるなーと思ったらいけるはずですから。ね、入手しないがちですけど、12位って相当高いランキングですからね。高いですよ。はい、何千人から選ばれたこれ。本当ですよ、はい、963票も取ってますから、ね、すごいね。さあ続いて第11位いよいよ1000票越してきました。お獲得総票数1006票。おー誰のあれ明美。おーここで1000ラインでしたね。ああ来ましたね。来ました誰のあれ。来ましたね。なるほど。ここですね。続いて第10位、はい、ベスト10ですね、うん、獲得総票数
1107票。おぉ七尾。おぉ七尾。意外に普通の男であればやれるっていう、ね。勇気さえ出せばいいんですよ。そうだね。行っていいんだよね、じゃあね、七尾には。そう。全然ね。行っていいの。行っていいんですか、行っていいんですよ、ね。下でビビっちゃうんだよな。ビビっちゃうのよ、微妙に。いいんだ。言っていいんですって。勇気持って皆さんもね、うん、なんかばったり会って、一、うん、回だけやらせてもらえませんかと。一、うんうん、回はグラビアとかのこの表紙のこう文字で、うん、やっていいんです、はい、七尾みたいな星ですよ。欲しいですね、うん。そうすると一気に順位もね、うん、上がってくると思うんですよ。大衆さんどうですか、それ。ああ、大衆さん、はい、お願いします、うん。続いて第9位。獲得総票数、1199票。うん、王様のブランチに出てる子。あれ、これはね、実はかなり上位いくんじゃないかなと思いますね。ねえ、いいですね。上位っぽいけどね、この人たちは。本当に。いや、今まで出てきてる人たちに比べたらすごい。そうなんですよ ねえ、これ。誰かしらね。いけるよ、誰かしらだから。さあ、続いて、うん、第8位。獲得総票数1308票。うん、おのののか。おお、おのののかは C まで来ましたか。あら、そうですか。初なんだよね、今年が、ね、エントリー来たのね。参ったな。え、すごいじゃん、8位って。あれ、どうした？8位できちゃった。そうですね。どうした？いや、大健闘じゃないですか、でも初参加で8位は。そうよ、ね、初登場だ。はい、初登場っていうか、すごいんだから。大健闘じゃないんだよな。勢いだけじゃないですよ、8位っていうランキングが。勢いだけじゃ入れないですよ。うん、あ、そう思います？はい。あ、じゃあ、俺の見解と違ったな。え、うん、これ今年は、おのののかだと思ってたんだよな。1位。1位がで、な、で、まあ、まあ、まあ予想が外れたのね。うん、いいんじゃない？ちょっと参っちゃったな。何がそんなに、そんなに参ることある？何かあった？ああ。どうした？まあいいか。うん。でも呼んじゃったんだよな。え？呼んだって呼んじゃったね。呼んだっつのは？呼んじゃってんのよ。あれ？あれ？こんばんは。あ、すみません。こんばんは。こんばんは。すみません。いや、なんか、クソメンが、ほんと手出せそうななんか格好してるよね、ほんとに。ごめんですか？なんかごめんね。何やってるんですか、ほんとに。こんな夜、いい大人が。呼ばれたの？じゃあ、こん、温泉を、うん。いや、そう。お呼びしてたんですか？今年は、優勝すると思って、はい。ほら、優勝した人に出てきてほしいじゃない。はい。うん、まあ、そうね。それが8位だったから、小野さん8位だったんだって。残念でしたけども。いや、だから私とにかくなんかセンターになるかもしれないっていうのだけ聞いて、はい、今日ここ呼ばれて。で、喜びさんで。ららら、何のセンターだろうっていうのを考えながら来てて。はい、ああ、何のセンターかは聞いてなかったんですか？全然聞いてなくて。で、さっきちょっと控え室でちょこっとこれを聞いてて。はいはいはい。もう、言葉が出ない。なんだと、これ。何ですか、これは、本当に。率直に聞きますけど、小野さんって、うん、やれないんですか？やれない、やれない。やれないですよ。なんでですか？そんな簡単にやらせないですよ、私だって。今回のは何でしたっけ、小野さんは。本当に、この企画、本当に。でも、小野さん、あの方法ちょっと。あ、小野さんって、でもあの、うん、ねえ、うんうん、ちょっとあの、うん、すごい可愛いなと、もちろんそれはみんな思うと。